まあ、マーシャルはぼちぼちやってください。では8分間スタートします。あれあースタートで抜け出たのはどっちから飛び込んだ。トシ君、グンスとヨシ君ヨシ君、こけました。3番手にジンちゃん。さあ、ベストラップはまず、ベストラップ取ったのはジンちゃん、12秒12。トシ君が11秒97。ジンちゃん、さらに速い11秒85。ヒカさんは12秒21、コムさん12秒19。トップはトシ君、2番手にそれジンちゃん、山本さんは 3.6 秒差、そして 1.7 秒遅れて関川選手。トップトシ君とリンちゃん差が4秒。そして3番手には小森選手が上がってます。小森さんも11秒で入れてきました。11秒92。しかし関川さんベストは12秒21。トップ3からちょっと遅れております。すでにトップトシ君にラップ送りにされて、ここで12秒17。3分経過、残り5分。トップは依然トシ君、2番手ジンちゃんとの差が 4.9 秒、約5秒差。そしてさらに5秒遅れて小森選手。そしてさらに5秒遅れて関川選手。1番2番の差が 2.6 秒まで縮んだぞ。さあ、ここでトシ君が関川選手トラブルか、停止しました。前回のチャンピオン。さあ、その間にリンちゃんがトップに立ちました。4秒遅れて小森選手ですが、こういうことミス。残り4分。さあ、折り返しになりました。2番で、トシ君と小森さんの差が 6.8 秒。さあ、トップはジンちゃん。トシ君との差が 0.6 秒差。0.7 秒差。徐々に開きつつあるのか。ああ、しょ。ベストラップいつだって。十
11秒85の銀ちゃん、聖火さんまだ12秒1。接触はれんかい。お、なんか。え、どうしよう、行っちゃうの？あれ？え、行っちゃうの？いや、どうしよう、いいよ、しょうがないよ。しょうがないですね。あと何分？残り3分。ああ、何かあったんでしょうか。いや、何もなかったよ。計測からは何も見えないんで、何もなかったことになります。俺からはちょうど何も見えない。さあ、1位、2位の差が 1.3 秒差。さあ、よし君がいい仕事をするか。今のラップ、俺いつだから11秒9。もう一回あートップ2台が場所場所でちょっと早い場所違いますね。あー星君溶けそうで起き上がりました。ここで何秒差でしょうか。あー、さらにトシ君ミス。ここで一気に3秒差。さあ、関川さんはもうすでにデッドラップぐらいに入ってます。さあ、それに翻弄されるトシ君。ああ、一緒なんだ。あー、これだ。さあ、じんちゃんとトシ君の差がこの週で 4.3 秒。そして 2.7 秒遅れて小森選手。これ来たんじゃない？来ねえか。ベストは更新されてません。これだけ足りてない。何気にヨシ君の車も速いな。ねえ、じんちゃん。場所場所で煽られてたよね、今。じんちゃん、中は来てるのに。残り40秒切りました。残り30秒。1番、2番の差は 3.3 秒。そして 1.8 秒遅れて、小森選手。ああ、ミスってしまいました。言わなきゃよかったな。誰これ？トップはジンちゃん。仕事しねえな。残り9秒。小森さんより全然ジンちゃんも早い。ジンちゃん早い。さあ、もう間もなくタイムアップ。さあ、ここからゴールです。小森選手ゴール。サンパゴール。4番ゴール、2番ゴール、全車ゴールです。トップはジンちゃん、2番手トシ君、小森さん、関田さん、ヨシカ。